ladro. スズランに転向してくるってやつだな。竹谷商業を喧嘩で退学になったってやつだし、半端ねえ化け物だって噂だぜ。化け物だかなんだか知んねえけどよ、スズランでどんだけ荒れるっつんだよ。おいせよ、閉めるか。バカ、その逆だよ。そいつを俺らのチームに取り込んで、ゴールラ一発潰して、俺らがスズラン、まとめんだよ。なんてやつだよ。冠城風夫、やつなら必ずスズランを制覇する。 そんな予感がビンビン。してんだよ。おい、スズランこっち。あ、ダメ。地形よ。でね、スズラン舐めてんじゃねえぞ。聞くやつ間違えた。はあ、どういう意味だこれ。調子に乗るんだ。転校生だろ、お前。 教えてやろっか。スズランのレギュラー。分かった分かった分かったじゃねえんだよ。誰に喧嘩してんのか分かってんのか。こら、俺は喧嘩しねえんだよ。どういう意味だこら。 スズラン恒例のタイトルマッチャってっからよ。黙って待っとけよ。は？高木。 新しい一年の始まりがお前とじゃつまらんな。うるせえ、こら。俺がスズラン最強ってのをな、お前に教えてやるよ。おめえじゃ無理だよ。 一人じゃ来れねえのかよ。スズランボンボンが来るとこじゃねえぞ。どっちとかやれ。うるせえな。どこだ。おい、焼き入れちゃっから来いよ。あ、ボンボン。おい、お前さ、車で一跳ねといてすいませんの一言もねえのかよ。触んなよ。なんだよ。 待てよ。おい、何してんの。おい、何だよ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 。おい、何だ
叩き潰した気分だわ。さすがだな、ゴーラン。これでスズランは俺らのもんだ。なんじゃラジオ体操もなんねえぞ。ちょっと待てよお前、なんだよその態度。調子に乗んなよこれ。スズランの顔さ体に染み込ましてやるよ。ねえぞ。あいつがカブラギ風邪なんじゃねえの？あ、ああ、見ねえ顔だな。今日からスズランだ。少しは楽しませてくれそうなやつが来たじゃねえか。ワイルドサイドの友達に伝えておきたいことがある。今は遠く遠く見える明かりでも信じてみるだけの価値がある。